皆さんこんばんは、桑原由紀です。通りすがりの皆さんに話しかけたんですか。皆さんこんばんは。駅前の皆さん、新宿駅を見ててください。ご利用の、あ、見ててください。こんばんは、青木優馬です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、この番組は HJ 文庫、HJ ノベルス、コミックファイヤーのレーベル、そしてテレビアニメ作品を盛り上げるための生配信番組となっております。よろしくお願いいたします。お願いします。なんでハッてなったんですか。きちんと挨拶からバシッと決めようと思ったバシッと決めようと思った結果、あっから始まったんですけども、びっくりしました。始まってる。すごい、そのこれから力比べ始まりそうな。そうですよ、きっちり始めるぞっていうのは、やっぱ今までぬるっと始まってたから。そうですね、いざやろうとするとできないもんだな。できないもんだ。そんな高いハードルですかね。皆さんこんばんは、桑原由紀ですから始まる番組。お恥ずかしながら。そうそう。ちなみに今回のそのオープニングのご挨拶、はい、本人的には何点お付けになりますか。98点です。98点高い。あ、桑原由紀ですの、あの、その慌てようがマイナス2点しか査定的には聞かれていない。自己肯定感。自己肯定感が爆上げ。ちなみにそのマイナス2点はどういったところだったんでしょうかね。あ、できればもうきちんとカメラを見て素敵な笑顔でっていうのができてなかった。この形で , 笑ってもなかった気がする。厳しい厳しい、うん、これぐらいで生きていきましょう。そうですね、生まれ変わったように HJ お写本頑張っていきますので。頑張っていきましょう。きっちりした番組。なぜならば今日はゲストさんもいるしね。そうですよ。そう嬉しいです。2回目ゲストさん。いつまでも空気階段の単独ライブの話してる場合じゃないですよ。直前までしてたけど、実は同じ日に同じ日に行ってたのよ。そう、違う席なんですけど、そうそうそう、同じ空間にいたっていうので、今日感想言うの楽しみに来たんで。ちょっと一旦忘れてもらって忘れてもらって裏でやりましょう。これから伊勢スマの大事な話とかそうです、そうです。さあ、ということでございまして、はい、月1ペースで行っている番組でございましてですね、5月の開催が5月の30日でございます。ギリギリでございますね。やりました。月1も駆け込みでやっていきましょう。間に合いました。それではこの番組の天の声的なあの人に登場してもらいましょう。皆さんもコメント欄、そしてですね、Twitter のハッシュタグ HJ おしゃほんなどを使ってみんなで呼んでみましょう。せーの、いきますよ。桑原さん、そのさっきの挨拶は2点マイナスでしたけど、ここはもう100点満点です。100点満点です。いきましょう、いきますよ。せーの、村上氏、あって言った。はい、こんばんは、ホビージャパン村上です。よろしくお願いします。お願いします。このくだりは慣れてるのに、突きつけたら あってなっちゃった。できなくなった。あっかけられるとあーってなる時ありますよね。イップスってあるもんね。今まで当たり前のようにできていたことが、それですよ。みんな意識するとできなくなっちゃう。挨拶と呼びかけができなくなっちゃう。人間だもの。呼びかけにイップス行くことあります。弾投げれないとかじゃないですか。そのなんかもうそれできないんだったら何にもできねえよ。何年目。村上氏、今月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。うん、そう、なんか今回ゲストさんもいるから、うん、オープニングはコンパクトに済ませていこうという気持ちは俺にもあるんだけど、気持ちはあるんだけれども空気階段、うん、の話をしちゃった。あと、その我々も空気階段の話がしたいし、はい、その村上氏は痛く緊張しているし、緊張してるわ。やっぱなんで逆切れなんで緊張してるわ。やっぱその普通のサラリーマンにその初対面のゲストさんがいる回は無理よ。そうか、そうか、ゲスト対応になるんだもんな。そうですよ。そう、で前は角間さんだったから、そうですね、角間さんはあの、2人で配信したこともありますし、その2人で配信したこともありますしって、なんかそのインスタライブとかやってる子にコラボ配信したことありますし、 YouTuber みたいなことじゃなくてじゃなくてね、あのそのアニメの特番やったこともありますし、まあ、前も企画やったことあるんですけど、今回はちょっともう本当に初ということで、ね、緊張してます。そう、でもなんかその村上氏が緊張して、もしかしたらわやになっちゃうかもしれないっていうのに対して、山下さんがリハで、あ、そうなったらもうみんなで優しく抱きしめてあげよう。泣いちゃう。優しすぎ、いい子すぎ、ほろり、いい子すぎ。ただもう抱きしめたが最後、日本全国民からお前が叩かれる。ナナミンに慰められてんじゃねえよと。これは仕方がない。その話はあれなんですけど、すごいコメントありますよ。何あの、この間、ね、静岡ホビーショーってホビーのイベントがあったんですけど、はい、そこの HJ ブースで村上氏らしき人を見たっていう人が、らしき人、らしき人、本当にそうなんですよ。あ、ああじゃあ完全に顔刺されてんじゃん。そうスタッフで言ってました。え、すごい、すげえ、ダウンタウンデラックス見たことある。ホビージャパンを見たのコーナーが叩きがこう口から出てきて、ね、ポストの口から出てきて、あ、なんかありがとうございます。いいですね、いらっしゃったんだね、この花丸さんも。
マジか、ね、ホビージャパンを愛する人が集まってくれてて嬉しいですよ、うん、村上氏にもどんどん気づいていただいて、はい、そうですね、すごいやん、うんうん、はい、金曜から日曜までずっと店番してたんで、うんうんうん、そうそうそう、あ、長いことそうだったんですね、なんせサラリーマンそういうこともあるんですよ、ね、イベント行ってブースで接客してることも多々あるんで、ひょっとしたらもう話しかけてもいいの、そういう時は、そういう時はちょっと難しいよね、難しいよな、おしゃ本の村上として言ってるわけじゃないからあーそう言えない、あ、けど話しかけていただいたら、全然せっかくその村上氏がテンション上がりそうなジョジョの話とか振ってみたのに、はい、全然テンション上がんなかったら村上氏って後で書かれちゃうもんね、いやいや そんなことないですなんかけどそのぜひね見かけたら、うん、暇そうにしたらぜひ話しかけてあくまで会社員だから忙しそうな時は話しかけないだけあったかい世界、イベントの準備とかしてる可能性があるんで、普通に会場内でね、うん、そうかそうか、すごいですね、でも勇気出して話しかけてみるのはいいのコミュニケーションが、すいません、いきなりコメント拾っちゃいましたけど、たまに拾いますので、ぜひぜひね、YouTube のチャットもツイッターのコメントもよろしくお願いいたします。お願いします。ではでは、そろそろゲストの子を呼びしたいんだけど、行きましょう。 なんて呼んだの。ナナミンと呼ばせていただいております。俺たちも呼んでいいもちろんですもちろん完全に画角の外からもちろんです外からの優しさジェスチャーとかじゃなかった。みんなでせーので、村上氏も恥ずかしがらず、あとスタッフの皆様も一度せーのでナナミンで行こうね、みんなね、腹から声出していこう。せーの温度よろしくお願いします。では僭越ながらやらせていただきます。いきますよ、せーの、ナナミン。わーい、ナナミンさんいらっしゃい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ナナミンは上手にできるみんなが挨拶を下手になっちゃうじゃあよろしくお願いいたします、はい、山下さん、ナナミです。何よりもリハの時からずっとその、うん、サムネと二重になってる画像が誰も今の状態と違うそうなんですよ笑ってしまいます。黒髪のその私が一番違う、黒髪のその真正面のニッコリーで映ってそうですね、5年ぐらい前にタム撮ったやつで、変わりますよ、潜在ってそうだよね、変わっちゃう、いつの間にか、ね、僕も7年前ぐらいのやつだし、そしたら一番違うかも。メガネ変わったっていうのは私気づいたんですよねメガネ変わったことかな俺の変化ってメガネ変わってない、7年でメガネは変わるよそれねえ、一番最初に気づいたんですよ、メガネの部分もそうそう、大正解だった。メガネは変わってました、ね、メガネは変わってた。ほとんどの人は7年でメガネが変わると思う度数もね桑原さんもね、だいぶ昔の画像ですもんね、きっとね。そう、でも多分この3人の中では割と最新の潜在写真の自信はあるんですよ。何の自信ですか天皇の中では最弱みたいな一番下、最初に倒されるやつ一番でもあると思う、一番最近のアシャですそう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 、でも時が流れたなって思いました、このいじられてから。そうそうそう、確かに、なんか誰もサムネで期待してた人が出てこないっていう番組に笑ってるから違うぞってね、よく言われるんです変わるよそりゃ、うん、まあ、とにかく今日はこの3人で、そうなんです、変わってしまいはしたものの、お二人はどうですか、ちなみに、うん、関係値としてはどんな感じ。もう何年も前からそう一緒させていただいて、一緒にライブで歌ったこともあるし、うん、あとは今は鬼滅の刃ね、同じ顔と今似たような声、そうなんですよ、同じ顔してる2人だ同じ顔してるんですよ、声もね、声も同じような感じで、うんうんうん、いつも息を合わせて、それって全然作品関係なくて申し訳ないけど、お互いがお互いに寄せるもんなんですか。こう3人で寄せながらみたいな感じだから、ナナミンとこんなに息を合わせて喋る日が来るとはと、めっちゃいい話だ、目を見ながら、めちゃくちゃ目を見ながらそれこそタイミング合わせてみたいな、ね、そう、いや、ナナミンクワちゃんになる。ナナミンクワちゃん。いや、でもずっと変わらない優しさ。もうナナミンはずっとこうだなって。ずっとこう。いい意味。いい意味。褒めてます。絶対いい意味だと思うんだけど、その言葉のチョイスがなんか、お前はずっとこう。ずっとこうなんですよ。こうっていう言い方、知り合い名詞になっちゃってることによって。いや、もう成長してないみたいな。違うの、本当に優しい。ずっと優しいから、もう今日も優しさ何発受けただろうって、リハから今までのこの短い間だけでも何発の発ボディーブローとかみたいにじわじわ優しさが効いてくる。本当に毎回感動する。いろんなことに、その村上氏の緊張とかにも気を使って、ね、一緒に頑張りましょうえ、このゲームあったけ優しさの具現化、こんなんでいいんかな、なんか
広辞苑の優しさの欄に山下さんの差し絵書いてありました優しさっていう感想で優しさ本当にということでございました、はい、山下さんをゲストにお届けしていくわけでございますね。そうなんです、はい、ということでその、異世界はスマートフォンとともにの第2期を特賞していく、はい、そうですよ、ね、はい、ポスターも貼ってありますが、異世界はスマートフォンとともに2でですね、数式役でご出演をいただいてまして、はい、まあ、今回の特集をしていきますので、皆さんですね、ぜひあの生配信見ながらどんどんコメントをいただければと思います。そうそうそう、見ますからね、ハッシュタグもチャット欄もね、ハッシュタグ、じゃいつもの行きますか。あ、そうだ、ハッシュタグにいっぱいねコメントをいただきたいわけですけど、そうです、ようやく仲間ができるんですか。ちょっと待って、そんなこといいんですか。ではせーのであげたいと思います。はい、いきます、せーの、はい、一緒というか、あ、一緒だ、大丈夫だ、本当分担できた、分担できた。2枚のパネルを2人で持つなんて斬新ですね見たことない、ね、これまでだと2人いたのに1人で出してらっしゃるのに、そうそうそう、おかしかったんだ今まで、本末転倒じゃないですか、ね、これが正解。青木さん次回持ってる可能性ありますよね。いやいやいや、そんなだってそんな手が疲れちゃうじゃないですかなんかこれはクワちゃんが2枚持ってても魅力を発揮できるような可愛いパネルですから、せっかくだからその、うん、HJ に遊びに来てくれて、まあ、観光地みたいなものだと思って2枚試しに持ってもいいですか。顔はめパネルみたいな、顔はめパネルみたいな、はい、せーのようこそ HJ、 やっぱ挟むんだ、ようこそ HJ やっぱ挟むよ、すごい、なんかしっくり感があるそんなバカな、しっくり感があるの、観光地の顔はめパネル出してるっていうよりかはもう山下さんの人形がこうやって顔がたっちゃん人形みたいにパネルにしてこの状態でも置いてあるみたいな、気持ちいいですほんとにいつもこれを実感してたんだねこんなに前向きに捉えてくれると思わなかったあ、よかったね。あくまでこれハッシュタグを見せるコーナーですからね、ハッシュタグで書いてください、お好きな方でみんな見てくれるかな、よろしくお願いします。あ、今こうしてる、あ、いいですね、かわいいとか、ななみんのパーって顔パー正しいダブルフリップが始まる、あ、そう、よりのカメラも使っていただきますこれあると思ってるはから嬉しいすぐ使ってくれ、大好きよりのカメラ、はい、ぜひ、ね、感想ね、これ大好きよりのカメラあのこの後トークテーマ引いてフリートークなんですけど、自分の話ここで決めだって思ったらここ全然使ってませんこっちのタイミングでバシッて言ってもらって構いませんよ、はい、ということでございましてですね、こちらのハッシュタグいっぱい書き込みよろしくお願いいたします、うんうん、じゃあ、2ページのラストみんなでやっていきますよ。 OK、 それではそろそろ始めましょう。桑原優希、青木優馬のおしゃべりな本棚アットライブ、山下さんもご一緒に、せーの、スタートイエイエイ、絶対に分割が変だって山下さんもご一緒に緊張する決め台詞になってね、ドキドキしちゃった挨拶は特番組おしゃぼんでございます。フリップの会場でございます。さあ、ここからメインコーナーに移っていきましょう。はい、じゃあ、やっていきましょう。はい、いつも通りですね、青木さんの後ろに本棚がございます。イエイ、はい、この本取っていただきます。中にトークテーマが書いてます、うん、このトークテーマの中には、当初タイトルに関連したものもいくつか入っておりまして、めちゃくちゃ噛みますね大丈夫大丈夫、はい、噛めば噛むほど山下さんがニコニコしてくれるこれはもうほら、あの皆さん、視聴者の皆さん、普通の番組だったら噛むって良くないことだけども、噛めば噛むほど山下さんがニコニコしてくれるこれはもうチャンスなんです、ポイント制、僕は怖いんですけど大丈夫でもその村上氏がスラスラ読めちゃったら山下さん真顔になってほんまに噛んでほしいスラスラ読めるって嫌なんですかねどういう感情、ということで、投資タイトルに関連したものがいくつか入っておりまして、今回ピックアップタイトルはこちらです、うん、はい、異世界はスマートフォンとともにということですね。しました。はい、今もアニメもやってますということで、今日は山下さんがゲストにいらっしゃってくださいましたので、うん、もちろんこの作品となります、現在放送中のテレビアニメ異世界はスマートフォンとともに第2期をピックアップしてお届けいたします、うん、じゃあまずですね、ストーリーの紹介を山下さんの方からお願いしますしかも、もうここまで来てた、これだからあの伊勢スマを背負ってきてるわけです。わかりました大丈夫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 よろしくお願いします神様の手違いで死んでしまった主人公トーヤは異世界で第二の人生をスタートさせるのじゃ。彼にあるのは神様から底上げしてもらった体と異世界でも使用可能にしてもらったスマートフォン。さまざまな人たちと出会い大切な仲間を得ていく中で、いつしか主人公はこの世界の秘密を知るのじゃ。
わーすげーやったスーシーはこんな感じののじゃ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 すげーなんですけど、そうなんです、かわいらしい、はい、うんうん、ではではせっかくなので、うん、現在放送中のテレビアニメを見ていないという方のためにいないと思いますけどめっちゃちゃんと進行してくれるいないと思いますけどまさかねちょっと PV をご覧いただきましょう、うん、じゃあどうぞ。おかげさまで第二の人生はそれなりに充実しています。はあ、国王って僕が？だからこそ私たちが好きになったのですものね。でも繋いで歩きたいななんて。ある日胸がチクリと痛んだんです。私にもいやらしい下着を買ってもらうからね。嬉しいですわ。登録完了。結婚しよう。モニカって呼べ。ようこそバビロンの工房へ。王様が決めてなります。7人目になります。ありがとう国の名前はどうするんですか？ブリュンヒルドかな。ブリュンヒルド公国。この世界に異物が入ってこないようにする結界にほころびがあって、さっきのやつはそこを抜けてきているんじゃないかって。検索。搭乗用人型戦闘兵器フレームギアです。これがバビロンへの転送陣なのかどうか。5000年前フレイズ侵攻によって世界が滅びかけたっていうのも。PV ご覧いただきましたけれども、先ほどキャラ声もちょっと使っていただきましたけれども、スーちゃんどんなキャラクターなんでしょうか？スーはですね、スーシーエルネアオルトリンデっていうフルネームなんですけど。スーシーエルネアオルトリンデ、はい、中身さん言えますか？スーシーエルネアオルトリンデ。あ、すごい優しい社員なもんな、声で伸ばしたい。クワラさん、クワラさん、クワラさん、スーシーエルネアクワラさん、クワラさん、目の前で3人1回ずつ言ったからいけるって。私の時パッて消えたからヒントが消えるみたいな文字じゃなくて自分の脳を信じてスシエルネアオルトリンデ。ちょっと面白くないスシエルネアオルトリンデ言えたぞ、キャラ紹介のスライドも出てますけど。そうです、オルトリンデ公爵家の一人娘で、うん、そうですね、とても無邪気なんですよね、うん、で、まあ、第一期の方はその場をこう明るく盛り上げる無邪気なキャラクターという感じだったんですけれども、うんうん、やっぱ今回のイセスマ2はですね、そこからちょっとこう一歩進んだアプローチを東野に仕掛けていくという、うん、また新たな魅力も加わった、うん、あのキャラクター最年少となっておりますね、うん、最年少きた最年少きたわ好きなの最年少嬉しい、かわいいんですよ確かにあの一期の終盤で要はその4人とこう、うんうんうん、結婚というか結ばれる形で終わってて、実はそうです、一応そこに含まれてないわけじゃないですか。含まれてないんですよ、うん、その時点ではね6年のスパンが空いてる話なんでちょっと感情難しいとは思うんですけど、そこから新たなアプローチを、アプローちょっと一歩進んだというか、うんうんうん、こんなことしちゃうっていうようなこともあって、ちょっとなんか大人にやっぱなってるんですよね、うんうんうん、東野の相談事じゃないけど、ちょっと寄り添って話を聞いてあげてたりとか、そういうシーンがやっぱ一気には全くなかったので、なんかスーちゃんの新たな魅力というか深掘りっていうのをイセスマ2で見られてると思います。ね、珍しいですよね、無邪気な最年少だけどそうやってこうちょっとお話し相手になったりとか。そうなんですよ。あとやっぱちょっとイセスマやっぱヒロインたちと東野が、うん、まあ、いい感じのラブラブ展開にもなるじゃないですか、ラブラブを空中でかき混ぜたラブラブ展開になってピザ広げてるみたいな、ちょっとあっち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 なった時にあるんだよね、そのスーがポンと入ってきてくれることで、そのシーンがちょっとなんかこうマイルドに和やかになるほど、あっちあっちがどう超えるのをスーが防いでくれる
刺身みたいな刺身一回その沸騰しかけたやつそういうなんか明らかんとした明るさもちょっと魅力かなと思って、はい。ちなみに先ほども6年ぶりってお話が話題になりましたけど、でも本当にファンの皆様に感謝ですね、やっぱりこうやってずっと続きが見たいって言ってくださるファンの皆様のおかげで、こうやってまた、ね、2ができたということなので、そのアフレコの時もやっぱみんなでキャストのみんなでファンの皆様に感謝だねっていう話をしてからそう始めましたね、アフレコ。気持ちの上では嬉しいのがもちろんだと思うんですけど、6年前に演じてたキャラ、しかもその世界においては別に時間が進んでないというか、そうですね、同じ時間軸の中でやってて、ご本人的には演じるのはどうでした？いやそれが難しくて早押しクイズぐらい早押しいやそれが難しくてあら6年経ってるからそりゃそうよね、私が大人になってるんですよ、その、はい、メンタル部分でも、うん、でもスーはすごく無邪気だから、うん、そのやっぱりディレクションで、うん、スーがちょっと大人の女になってる出ちゃった大人の女出ちゃってるよってなって、スタッフも思うんだ、山下さんからにじみ出る大人の女が、そうなんですよ、成長したって大人の女出ちゃったんですよ、そうなんですよ、ディレクションも最初はちょっといただいて、あそうだそうだ、スーこんなだったらこれくらい無邪気だった、もっと子供らしかったっていうのを思い出しながら徐々に調整していってバッチリだったんです。いやよかった、チューニングしていくんですね。チューニングしましたね、まあ、合間にドラマ CD の収録とかはあったんですけど、私もねやっぱりその間成長してとか急に考え入りましたね考え深くそうか、20代の6年ってね、そりゃね確かにかもしれないですね。桑原さんも自分のことを考えても別人でしょ、6年って6年ってすごいことですよ。なんかラジオとかでも全然違いますけど、うん、こう自分の6年前の声とか聞くともう単純に声質違うなって思ったりしますもんね、うんうん、テンション高いなとか確かに、だからその役でってなるとまたちょっと違ってくるというか、こうだったなって多分懐かしくなるような気がしますね。ねえ、だから皆さん的にも本当にファンの皆さん6年ぶりのキャラクターとの再会を今まさに楽しんでるところだと思うんですね。待ち遠しかったでしょう、ぜひぜひね、原作も、HJ ノベルスで28巻まで発売中などもろもろと続いている最中ですからね。ライトノベルで28巻って相当、なんか自分で言うとあれなんですけど相当すごいんですよね。本当に漫画とかだと結構あるんですけど、ライトノベルってやっぱりそのね、あの基本的にやっぱちょっとイラストも描いていただいてみたいな形になるんで、28巻ってなかなかなくて、まあ、それだけファンの方に応援いただいて今の、まあ、アニメ2期ができてるなという、なんかすごい会社の人みたいなこと言ってます会社の人ですよ、まさに、ね、そんなところかな、ということでございまして、はい、いろいろとお話を聞いてきましたが、はい、さあということで、ここからはテーマトークやっていきましょうか。そうしましょう、喜んでもらえたテーマトーク嬉しい言いたい、なんか数字を言えばいいんですかね、数字を言えばいいんですけどそうですね、前向きですね、そうです、あの何番か言っていただくと、うん、奥さんに取っていただきます、その中にテーマが入ってます、うん、飲み込みが早い、はい、うん、まあ、じゃあせっかくですので、あの観光地だと思って山下さんにこの、ね、観光地だと思って何番いきますか、どうしようかな、まあでも最初はやっぱり、うん、ナナミのナナで、よかった長い芸だったら全部スカシですもんね最初はちょっとで、さすがにスタッフも、うん、ナナにいいやつ入れてなかったらおかしいと思う、プレッシャーがこれでナナがプレーントークテーマだったもん、いや、これちょっと開ける前に聞いてほしいんですけど、うん、この辺ちょっとざわついてる感じしませんか、なんか確かにこれは大丈夫なのかって感じになってませんか、逆に1個目じゃない方がいい可能性がある、どうだ、ちょっと聞いてみましょうか、誰も笑ってない、ナナあんなにあったこともな山下さんだってツイッターに始まる直前にその現場の皆さんみんな可愛いと思って可愛いって書いてて、あんなにみんなニコニコしてたのに1個目で7引いた瞬間に誰も笑ってない、急に雰囲気変わったと思って、なんで一回戻してみる、一回戻すといて戻すとか、すいません秋さん、ありがとうございます、いやこれこの明確なバタつき、なんかあったよね、フラッシュモブ始まるのHJ のみんなが練習したフラッシュモブが始まるかもしれない、カメラの向こう側で走るとめちゃくちゃ面白くないですか、全然一つも映ってないので向こうにダンスが始まるそれ一回ステイで一回ジャブ打ってみよう、ジャブ7以外で好きな数字あります、じゃあ7ミの3で、あ7でよかった、次の数字が大丈夫かな、3でもバタつき始めたら相当怖い怖い、
さあ、ということで一番最初のトークテーマは3番の方を開いてみましょう。3番のトークテーマをこちらゲートでございます。そして伊勢スマのイラストを描いておりますね。はい、こちらはですね、伊勢スマの主人公トーヤくんは無属性魔法ならグラビティ、ブースト、モデリング、アクセルなど何でも使うことができます。すごいや。その中の一つゲートはですね、すごいやつ。みんな出せないもんな、ゲートすごいやつなんだ。一度行った場所に移動することができる魔法ということで、皆さんがゲートを使えるなら行きたい場所はありますかというテーマでございました。なるほどね。行きたい場所どこでも。これは、なんというか当たりテーマでいいのよね。当たりテーマ、当たりテーマ、当たりテーマですよ。絵が描いてますからね。やったぞ。プレーンテーマじゃない。7の3も良かったっぽい。プレーンテーマが外れみたいなやめましょう。俺たちプレーンしか弾けないから。全部当たり。積もってんのよ、気持ちが。さあゲート、はい。ということでね、その一度行った場所に移動できる魔法が使えたら、はい、どこに行きたいですかっていうテーマとなってます。でも一回行ったことなくちゃダメだから。そっか、もう無人蔵で世界旅行。これから行ってはダメなのか。なるほどね。一回行ったとこか。いつでもここに繋がる。うわー、札幌とか繋がってるといいよな。札幌いいっすよ。札幌、うん、観光ね。観光って僕、あの普通に札幌好きでいつも行くんです。あー、そうなんだ。で、夏がとにかく嫌なので。あ、涼しい場所へ。なんか全然夏に似合いますけど。すげえ今汗かいてますね。しほうがいいな。だから8月とかに家帰ってきて部屋にエアコンを入れずに一旦札幌行くみたいな。風呂上がりに一旦札幌行くみたいな。すごいな。好きな街で終わるから繋がってると嬉しいな。あります、よく行く場所でここキャンセルできたらいいわ。一つもないの二人とも。青木さんが札幌でつないなんだわ今。青木さんも今札幌で本気で喋ろうと思って。例えばの1個目、ね、すごい難しい。難しい。難しい。これどこでもドアぐらい何回も話したことあるの。すごい夢あるのにね。夢あるね。え、でも私普通に実家とつないで毎日実家から通いたい。実家から通いたい。ほんとにエピソード。確かにな。最強だもん。ハラミンとかも話終わった。話終わった。しれっと。え、もっとナナミンに考える時間を与えて。ナナミンとかも徳島だからすごい便利だろうなと思って。確かに、あの町遊び毎年行かせてもらってたから。確かに。リアルすぎる。やっぱあの飛行機乗ってて時間かかっちゃうから、うん、東京でお仕事してちょっと徳島にも顔出すみたいな。そう、いつもね、また帰ってきてとかでできそうだから、うん、確かにそれはいいかも。実家ね。地方イベントのありがたみ減りますけどね。あ、行けちゃったら。たまに帰るという。あ、2人とも毎日実家に顔出して大丈夫なタイプですかっていう悲しい質問しちゃいそうだ俺。悲しいな。俺は全然ダメなの。青木さん、家庭の話 NG だったから。大丈夫、触れて大丈夫。山下さんに一応説明すると、うん、青木さんちょっと家庭の話が結構暗黒なところがあって。いろいろあったんですね。兄と17年間会話してないそうなんですけど、青木さん話したがるから、うん、ちょっとなんかどうかなっていう。あと埼玉だから電車でいつでも帰れる。そっかそっか。青木さんはいつでも帰れるのに全然帰れない。全然帰らない。全然帰らない。ゲートできても帰れないっす。なんでそこまで言わなきゃいけないんだよ。仕事先の人間になんでそこまで言わなきゃいけないんだよ。え、じゃあゲートできたら帰ります、ね、帰らないよ。なんだこの悲しいやり取りは。行きつけの中華屋に行くぐらいだね、地元の。あ、そういうのはいいな、確かに。そういうのはいい、そういうのはいい。こんな明るいテーマなのに行った店とか行きたいな。2人とも地元でいい？ゲート開く。あ、でも私鳥取かもしれないな。あ、鳥取？え、一緒に行ったって。鳥取？何？これ頑張れ私。頑張れ頑張れ。記憶の旅一緒に行ったよね。忘れるわけない、忘れるわけないけど。一緒に温泉。あ、でも兵庫から。兵庫、あ、じゃあ兵庫。鳥取も行く。ミックス確認しよう。山下さん鳥取には行った。山下さん鳥取の確実に行きました。確実に行って、はい、行きました。 でライブをした記憶があったんですけど、うん、多分こう兵庫の方。兵庫、え、私鳥取行ってる。あれじゃあみんな私どっちを信じればいい。どっち、俺は今どっちを信じればいい。でもナナミンが行ったというなら私は鳥取に行ってる、うん、その今のところどっちも信用できないんだ。二人ともふわふわしてる。人道みたいになってる。一緒にライブしたんだよ。今確認しよう。ライブしたんですよ。私 の、 あのデビューからもずっといろんなイベントに来てくださってるファンの皆様とか知ってたら、あのツイッターに違う諦めんな。ちゃんと思い出せばいけるから諦めんな。外部記憶に頼るな。自分の中にあるから思
おいでってハッシュタグおしゃほん教えてくれるんですよ。そう現れる。一緒にライブをしたのはそれは本当に兵庫兵庫兵庫なんだよ。ななまず山下さんは何の確認を始めるの。相当前なの。相当前なのよ。みんな仕事中にツイッターばっか見んなよ。何度何度スライドしても出てこないよ。出てこない。何度スライドしても新しい人そんなに増えてないから。とりあえずあれですね、コメントによると、うん、兵庫は城崎温泉ではという。そうです、城崎温泉は行きました。そこは2人とも。いや、城崎は行ってない。アリマだよね。アリマ、そうそう。アリマ、そうそう。で、ライブは一緒、うん、一緒にやって、うん、鳥取は何。鳥取は行ったんですよね、うん、私ゲート開きたいぐらい、ゲート開きたいぐらいなんか好きだった。ゲート開きたいって。そうだ、そう、一旦私の存在は消して。ただみんなその鳥取の魅力トークについて桑原さんは参加できないんだけど、知らないから。いやだから鳥取の空港もやっぱりコナンですごく埋め尽くされて楽しかったりし、でもそこに私はさらにプラスで桑ちゃんとライブできたっていうすごい思い出があるから、うん、だからそのライブの日にゲートで戻りたいっていう話だったんですけど、うん、だったんだけど序盤で大事な部分が前提が覆ったんだ。私がスーッて消えて判定で2記憶から桑原さんがスーッて消えていって、コナンがいっぱいの空港だけが頭に残って。ただ本当に魅力的な土地でした、うん、鳥取が。いいね。その桑原さんはいなかったと思うけど、その空港以外にはどんな思い出が。ちなみにどんな思い出って笑いながら言ったけど、空気も美味しいですね。ね、空気も美味しいですし。空気って誰に言ってねえんですってこの人。鳥取あれですよ、僕あの父方の実家鳥取なんですよ。救世主、いろいろ教えてください。カニ食ったら美味しいですよ。カニも美味しいし、カニ、そうそうそう、カニ食った。あの、あと俺カニじゃないよね。今のフォローはもう美味しい。あれとかあれとか、あのトビウオ、トビウオとか。トビウオとかね。そう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 。食べてない。それこそあれですよ、鳥取の温泉街がたくさんあってね。そうですよね。そう温泉だけは絶対に絡んでくる話だもんね。そうか、あのベースがそうですもんね。一番有名なあれは砂丘。あ、砂丘はね、行けてないけど。行けなかったね。なぜ、ただポツンとゲートだけがそこにある。あれそんなに思い出はないが、ゲートだけがそこにある。青木さん、砂丘は10歳の僕でも20分で飽きて帰ろうとした。そうなんだ。やっぱ、最初テンション上がるんですけど、どんどんそのサンダルの中とかジャリジャリになるし、なんかラクダみたいに乗せてくれるみたいなんですけど、ラクダめっちゃ臭くてテンション下がるラクダ、ね、これ どうなんだろう。コメントの人もね、鳥取砂丘行ったけどがっかりだったよみたいなあったらぜひ教えてください。そんなことない、そんなことない。いやけど砂丘いいよ、いいよ、いいですけどね、すごい。あとちなみにゲートはもう鳥取に開いちゃったからもう片付けられるんですけど、開いたぞ、うん、もう二度と片付け、不可逆、うん、そうか。二人の思い出は兵庫で。あ、兵庫は行って、素敵な思い出があるでいい。ライブをすごく、おななみめちゃくちゃ頑張ってた、本当に。なんか私泣いた記憶あって。すごい大事な記憶じゃん。私の頑張りに泣いてくださった日だった。すごい大事な記憶なのに。強烈にそれを覚えてて、ただそれとゲートする場所をそうですね、ちょっと場所が違うけど。泣いてる桑原さんからその何十キロ離れた位置で、ただ砂丘にゲートがすごい。そこに私はいないかもしれないけど、ななみが頑張ってたな、本当に。強烈な思い出で、やっぱアフレコブースでその光景はない、見られないじゃないですか。だから初めてそうやってね、母ちゃんの涙も見て、一緒に歌えて嬉しかったんですよ。だから一つのことに一緒にこう打ち込んで、心が一つになった日というか。そうそうそう、もういろんな、なんかハプニングとかもあったけど、ね、すごく頑張る姿に胸を打たれて、って泣いた思い出が、正午で。最短距離を走ったら2分で終わる話だった。ちゃんといい話として2分で終わるけど。でも大好きです鳥取。その気持ちに嘘はないから。ゲート開いちゃいましたからね。ゲートは鳥取に。みんなでない、もういたずらに鳥取に行こう。せっかくゲート開いてるから。私のゲートも鳥取。カニ本当に美味しい。俺たちみんな鳥取に開くからゲート統一しましょう。都合4つのゲートが開いてる状態で行き放題。最初のテーマから盛り上がりましたね。面白かった。じゃあ前ぐらい小原さん次選んでみよう。あ、どうしましょう。7はもうちょっと良きところ。7多分もう中盤1回いいんじゃないかなって思った。もう1個ぐらいね、雰囲気的に。俺がもちろん台本は村上しか持ってない上で、俺が MC としての勘で言うけど、まだだな。1個目じゃないってことは2個目でもない気がする。
どうしよう、じゃあ10と書いていいですか。10、いいね。どうでしょう。10いきますか。何もいいと思ったんですか。キレがいいよね。一番キレがいいな。山下さんのテンポの発言が全部気になるんだよな。リズムでだけ言ってる発言が。リズムでだけ言ってる、バレてるよね。さあ続きまして、お、トークテーマ、初めて持った携帯スマホ。こちらもイセスマテーマでございます。おお、確かに。いいね。はい、こちらちょっと紹介がありまして、はい、ニセクロスマートフォンとともには、アニメ2期からですね、新たに、ヒロインが登場いたします。こちらのヒロインをご紹介させていただきたいと思います。はい。スライドお願いします。めちゃくちゃちゃんと作品紹介の時間。ねえねえ、急に嬉しい。広告の皇女様で、帝国の皇女様で料理上手なルシア、騎士王国の姫で剣術に立てかけるまとめ役なヒルダ、記憶を失っていて歌うことが好きなミステリアスガールサクラということでですね、新たなヒロインも加えてさらに広がる異世界はスマートフォンとともにですが、そのタイトル通り、スマホを持って異世界に行くことができ、そのスマホを駆使して異世界での生活を充実させていきます。村上氏のマイクがちっちゃくなったってみんなが言ってます。ポッキーに入っちゃった。あれ、あ、落ちた、取れてた。ごめんよ。つけてつけて、はい、つけてみんな聞こえてた、ね、村上氏がミスるたびに山下さんが笑顔になるから皆さんご覧ください。やったよ。ここ2個ですよ。いやー、かわいい。取れてたかな。どの辺からちっちゃかったですかね。説明は聞こえてたかな。最初からやってもいいかもしれない。最初からやっちゃえば。最初からやっちゃいましょう。テイク2。すいません、ね、あ、ごめんなさいね、はい、うん、じゃあもう一回スライド見ます。みんなが山下さんの笑顔によかった、やったねって書いてやったね、みんなが喜んでるからいい、よかったよかった。そうですね、あ、村上氏いいぞって書いていただいてます、ね、ありがとうございます。いいぞいいぞ。すいません、振り捉えていきましょうね。はい、ということで、初めて持った携帯スマホということで、うん、異世界スマートフォンとともには2期から、新たにヒロインが登場いたしました、うん、帝国の皇女様で料理上手なルーシア、騎士王国の姫で剣術にかけるまとめ役なヒルダ、記憶を失っており歌うことが好きなミステリアスガールサクラ、ということで新しいヒロインも加えてさらに広がる異世界はスマートフォンとともになんですが、そのタイトル通りスマホを持ってですね異世界に行くことができまして、そのスマホを駆使して異世界での生活を充実させていきます。ということで、皆さんが携帯スマホを最初に持ったのはいつ頃でしょうかというテーマでした。2期の新規キャラクターとは特に関係がない。2期の新規キャラクターは紹介したかった、はい、まあでも可愛らしいキャラクターの上で我々が初めて持った携帯の話です。そう、N503i。 あ、機種ですか。機種聞いたことあるかも。ドコモの N503i。 いや、機種とか覚えてる。全然分からん。カメラ付き携帯が始まったぐらいの時期ですね。あ、へえ。何年ぐらいですか。高1の夏以降だから、2001年とかかな。1年か2年。ああ、そのぐらい。あ、僕もけど2002年ぐらいからかな。塾行くっつって持たせてもらって、なんかそうそう、当時ボーダフォンぐらいの時ですよね。いいですか、2人に言いますよ。着メロが3話音。3話音、3話音ってなんだ。ああ、何も。 あれですね、和音が、和音ってわかりますよね。音楽の、そう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 、はいはいはい、何和音っていうのがステータスだったんですよ当時は。3音まで同時に鳴らせるんですよ着メロが。だから要はそれまでは1音でペーペポペーペポだったのが、それがそのドミソがいけるってこと。コード感を表現できるようになったのが M503i。 よく覚えてます。すごいじゃん。すごいじゃん。まあ、とにかく青木さんの記憶が古いアルバムの中にあるのが分かったから2人のやつ聞かせて覚えてます、初めての。いつ何年とかはもちろん分かんないですけど、そうですね、中学生の最後らへんかなと思ったけど、そのまず学校に持ってっちゃいけないからあんまり使ってなかったというか、家にあるからもうそれは携帯の意味をなしてないよねって。学校の友達とかと連絡先は交換しない、あ、して、なんとなく、でも明日会うしなっていうので、あんまりなんかそのやることもないというか。そうなんだ。そうですね、あんまり触ってなかった記憶はありますね。手に入れちゃった日には学校の友達と家でもメールができるから延々としちゃってみたいな話聞きますけど。でも明日会うのにとか思っちゃう。合理性を超えてこない。それってあの親が言うことじゃないですか。あんまり子供側がめっちゃ電話してて、親に明日会うのに何電話してんのって言われるやつじゃないですか。あとなんか Easy Web ネットみたいな。はい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 、はい、Easy Web だ、懐かしい。繋いだ分だけお金かかるから怖くて繋げないし、はいはい、あ、そうなんだ。そうそうそう、お金がかかっちゃうからっていう。アイモード見すぎてて月の請求が12万になったの、それなんかあのありますね、その携帯やっちゃった事件みたいな。あの、うん、僕も最初あの C メールっていうのがあるんですけど、うん、AU は C メールってそのまま言ったら電話回線でつながるんで、うん、通話料がかかるんですよ、その通信料が。そうでしたっけ。なんですけど、その
E メール使い放題にした後、それでいけると思って使ってて、うんうんうん、あの6万円ぐらい請求来たそうです。あるんだよ。C メール2000通ぐらいやり取りしてて、で当たり前のように父が払ってくれる。怒られはしたよ。うん、もし今自分の息子がそんなことしたら俺ボコスカでしょ。12万ひどい。自分もやったのね。いやでもそれは親がよくできた親だった。俺はその度量はない。ボコスカにしちゃう。ボコスカにしちゃう。だけどちょっと思ってることがあって、当時って親は携帯のこと何にも分かってないじゃないですか。あでもそんなもんかって思うのか。あんま怒れないみたいなとこありませんでした。なんかそのこの料金が何にかかってるかよく分からんが切れとこうみたいな感じだったような。うちは携帯サイトとかでいっぱい星とか丸とかがわーっと並んでて、どれかが本物のリンクなんですよ。それはそれをめっちゃやったんですよ。それはめっちゃやってんじゃん。それはめっちゃやってんじゃん。なんか知ってる。ホームページ作るやつ。そうそうそう。魔法のアイランドとかで。よかった。ちょっと繋がってきた。あれどうしました。さっきまで何も分からなかったのに突然体が痛くなってきたね。どうしたのどうしたの。アレルギーが。魔法のアイランドになってこう思うところがあるんですか。やめてよ。何のサイト見てた。フォレストページ。夢小説とかの夢小説とか。それは分かんのかい。それは分かんのかい。初めて持った携帯電話の話ではないが。ないが。私小3ぐらい。めちゃモテ委員長じゃん。分かんないけど。どういうことだ。いやなんか子供で携帯持ってるなんてなんか漫画みたい。なんか友達とプールに行くって言って、うん、でもお母さんにやっぱ帰る時間とか連絡入れたいなと思って、その家にあったおやきとコキの方を持って行っちゃったんですよ、プールの家の携帯電話の話じゃないですよ。コキを持って行って、コキ懐かしい。でお母さんにプールから帰るよって連絡しようとしたら全然電波が繋がらない。コキだからね。コキだからね。でそれを見た母親が、あじゃあキッズ携帯が必要だねあなたには。かわいい。あそうだ、この子にななみちゃんには与えてあげないとコキを持ち出したからね。だからかわいいんだ。きっかけで小3ぐらい早かったですね。なるほどね。じゃあ基本あの出かけた時に親に連絡したりとかするよ。そうそう、ちゃんとしてました。これから帰るよとかもしてたから。そうそう、ちゃんと持たせてもらって。失敗はしてないですか。なんかいろいろいっぱい見ちゃってとか電話しすぎちゃって。いやその当時周りに持ってる子が本当にいなくて、いないから誰よりも早く携帯です。そうだから、まあ、待ち受け画面を楽しむぐらい。待ち受け画面を楽しむ。ハム太郎とかカエルの楽しんでたぐらいですね。ベルトモは母しか、お兄ちゃんしかそれぐらいしかいなかったですけど、うん、あんまじゃあ友達といっぱいメールしちゃう世代って感じでもないのか。小3からだと。ないですね、中学校ぐらいから。人によってはもう延々とその一晩中メールしてたみたいな思い出話持ってる人。ああそうか。あまり2人ともちゃんと自我をくっきり持って。自我を。確かにそこ似てそうだね。この辺の区切りの付け方は。でも今エピソードが可愛すぎて心がすごいジョーカーすぎて。めちゃくちゃ今つるんとした心。つるんと皮むいたゆで卵みたいな。プルプルになります。コキを持ってったって可愛すぎる。これなら絶対電話できると。どこでも大丈夫だ。何を直前まで私はフォレストページの話。痒い場合じゃない。書いてる場合じゃない。あいい話聞けたね。いいですね。いいですね。もう一丁ぐらい行くか。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。はい。じゃあ山下さん、改めて3つ目のトークテーマ。これ大丈夫。まだ行かない方。まだ行かない方。行かないであげてください。何番、何番でもいいです。何番でもいい。何番でもいい。行ってみる。何だろう。じゃあナナミのナナ。帰ってきたよ。そうだった。ナナミですもんね。ナナミのナナですよ。ナナ選びますもんね。それはね。あれ何だったんだろう。一回封じられた。ドキドキ。さあ、こちら7番のトークテーマ。はあ、なるほどね。7番のトークテーマ、山下七海、桑原由紀の可愛い一言。うわー、なにトークテーマな。びっくり。こちらですね、一応まあ定番のね、はい、テーマにはなってまして、いつもは桑原さんに一人でカメラに向かって可愛い一言みたいな、なんかこう。そうなの。しかもなんか普通だったらこういうのってテーマとか準備するんですけど、桑原さんいつもノーテーマでやるんです。結構そのあれですね、その日のトークした流れでこういうキャラで行こうかみたいな。お、何か動きが。何か動きが、はいはい、あ、お、テーマ来ましたね。可愛く今から変えるよ電話。あ、
手間が2人で2人で電話してる。あ、なるほど、2人で。あ、そういうことですね。え、お母さん、あお母さんその持ち回りから、いやでも1回じゃなくなるんです。あのお母さんで、お母さんで持ち回りお母さんありますよ。それこんな可愛い娘がじゃあですね、改めまして、一言なの、まあ会話してもいいの、ショートコントでも大丈夫です。ショートコントまで尺はそこそこあっても大丈夫。桑原さんが一言だったことはかつて一度もないから、そうなんですか、毎回ショートコントになってる可能性があと、お二人よりさらに若い世代はこれが電話なの分かんないらしいっすね。あ、確かに受話器の形状こんなんじゃないか、もうスマホだからみんな。確かに折りたたみも経験してないし、こう、そう、確かにそうか、トランシーバーみたいな。衝撃ですこちら衝撃です。ちょっとまあ、一応皆様マイム的にはこれで今日やらせていただきますので、失礼しました。ななみちゃんプール行ってきましたと。なあ恥ずかしいな。プール行ってきて、繋がったバージョン、繋がったバージョン、これはなんかこうじゃないですか。キッズ携帯を買ってもらった1個待ち受けはハム太郎です。繋がったバージョンで、携帯開きまして、はい、ずっとか、え、お母さんは構えてますかかってくるのか、ナミちゃん早く、ナミちゃん早くってプール通いに行ってる。そう、ナミちゃんが心配、コールセンターみたいになってるガチャ設定としては、はい、夕方プールが終わりまして、これから帰るような電話をですね、ちょっとお母さんと一緒にお願いしてもよろしいでしょうか。お任せください、お任せください。ナミさん、そして小原ゆきさんの可愛い一言、3、2、1スタート。ペッペペペッ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 ペって何ですか。ガチャ、お母さん、どこにいたな、電話の。ナナミ辛いじゃん、もうどこに行ってる、辛くなってる今プールに来てたんだけど。そうだったの、そうなの、言わずに出たの、ね、心配で心配で、言わずに出たら心配で。だけどもう遊び終わったからそろそろお家に帰りたいなと思って。よかった、何が食べたいの尽くす母だな、尽くすタイプ。そうだな、ハンバーグ待ってる作るのは言わずもがな作るよとかはなし、作るのはもう言わずもがな、ハンバーグが可愛い、待ってる、待ってる、お母さんいつもありがとう泣いちゃう、一秒も育ててないのに勇気ママが泣いちゃう、いつもありがとう、お仕事も毎日頑張って私を育ててくれて。あれ、母一人子一人の設定本当に大好きだよ、生まれてきてくれてありがとうなんでプールの帰りにそれやるの、もっと大事な日にやるの帰ったら帰ったら牛脂をねするするする素晴らしい、いやー、心温まる。クワちゃんママ優しそうだな。ただその重くないななみどこに、どこ、多分だけどプール行ってきますって言ったんだよ、言ってたら遅いじゃない。でももう2時間後にはどこにいる彼氏認めなさそう誰なの、誰なの、ななみそうか、結構私お母さんにいつもありがとうとか日常の電話で言っちゃうタイプです。これは普通のことだったんだ今誇張したコントじゃなくて違った、ななみの日常だった日常あ、青木さん、なんかダメージ受けてますか。大丈夫です、今更ダメージも受けないです。今さら今さら、何かが元に戻るだなんて思ってないしまさかこんな優しい話の後に、うん、めちゃくちゃ良かったな、温かい気持ちになった。本当ですか、結構こんな感じでした昔から、そうだったんだ。いや本当にあの結果的にお母さん経験できて良かったですね。なんかつるんとした心が透明になりました透明になっちゃうつるんとしすぎても君が見えちゃう透き通っちゃいました。素晴らしい、どんどん桑原さんが透明に近づいていくいいコーナーですね。いいコーナーでしたよ。スルンとできる。素晴らしい。よかった。なんかいつもとだいぶ動きが違いますけど、すごい良かったっすね。いやですね、ハートフル。めちゃくちゃ温かい。桑原さんなんかエステ受けたみたいな感じだったんですね。ツヤツヤです。いろんなハーブティー選べますけど、エステ受けた後の。なんだこれは。ラベンダーとか何々か選べますけれども。ほっこりします。これは文句なく次進んでいいでしょう。いやいいですね。最高だったな。泣いちゃうな。そう、以降この HGA の YouTube チャンネルに山下さんの切り抜きばっかりが上がるずらーってハードフルなやつ。1時間の番組を全部切り刻んでちょっとでも全部見どころとしてあげるかも全部名言嬉しいなさあもう一個行こうか、
もう一個行きましょう。アラさん選ぶ？どうしましょう。あ、でも青木さんも選んでないかも。選んでないかも。確かに今、3と7と10が行ってんのか。行きましたね、結構。真ん中取って。あ、いい、5。山下さんはなんで人の選ぶ数字に対していいぞいいぞとかそれ 何を根拠に俺の背中を押してくれてるの。いいじゃんゴーと思って山下さん何番ってもいいって言ってるなんかいいっすよね。逆に頑張ろうって気持ち。逆に良くない数字ある。いやあるわけないじゃん。あるわけないよな。全部好きですよ。全部好き。別に数字は全部好きです。普通に全部好きも変だよ。ほとんどの数字に何の感情もないよみんな。あれそうですかね。1から10まで全部好き。山下七海です。では5番開いちゃっていいのね。はい、行きますよ。プレーンテーマですね。お掃除。はい、お掃除プレーンテーマでいうとこんな感じでありますね。絵がないの、その開きがいのない見た目の本が出てきます。はい、ということで、本日5月30日なんですけれども、こちらゴミゼロの日となってまして。そうなんだ。語呂合わせですよね。懐かしい。懐かしい。小学校の頃にゴミゼロの日あったわ。ありましたっけ。大丈夫ですか。青木さんの小学校の頃の話大体悲しい感じある。いや大丈夫、これは学校行事の話だから大丈夫。ゴミゼロの日ってゴミ拾ったりとか、家からなんかそれこそプルタブ持って集まってくるみたいな。あったな。プルタブってもうないしね。プルタブってないですね。あのプルタブタの缶のこの上の上のやつ、あれか。そのままずるんって抜けてた時代の、あれを集めると。お風呂のプロタブ。お風呂のなんかある。え、バスタブ。バスタブ。なんかお風呂ですか。お家で余ったバスタブを持ってみんなが集まってくる。なんかバラない謎だなと思って。プルタブ、プルタブですか。バスタブ。すごい変な想像してたわ。二文字違いで大違い。バスタブとプルタブ。プルタブ。大丈夫、もうこの世にないものだからプルタブは。もうないのか。カンカンの。そうそうそう。上がそのままこう戻さずにスポンって抜けてた。そうそうそう。それを集める。もうこの話はいい。それ集めて学校に持っていくんですか。そうそうそう。リサイクルみたいな。じゃあテーマ続きますよ。ごめんね、ゴミゼロの日の話。はい。でこの日はですね、掃除機の日でもあるということで、皆さんのお部屋の、お掃除の話なんかをお伺いできればということで、ここでちょっとあの作家さんから一言コメントがありまして、掃除といえばある意味プロだった桑原さん。お、そうだ。そして、山下さんはお料理がお得意という噂、作家さん情報ですが、お掃除はいかがでしょうか。噂っていうかもう何年も番組やってるから。ずっと信用する。何でも知ってるのに。言葉、言葉。言葉、そうです。嬉しい、ありがとうございます。めちゃくちゃ言うな。ということで、お掃除の話していきましょう。そうですね。はい、気になってると思うけど桑原さんは、ね、お掃除が仕事だった時期もある。そう、アルバイトが聞いたことあるわ。大体清掃のアルバイトだから、うんうんうん、何をどうしたほうきを二刀流。ほうきを効率悪そう。絶対に片方がちりとりの方がいい。でもなんか無心になれるというか、アルバイトってなんかどうしてもあーと何時間かとか思っちゃうけど、お掃除の時だけはもう秒で過ぎ去るみたいなのがあって、やっぱ好きなんだろうなっていうのがあったけど、お家はでも数年前にあのルンバをお迎えしてからすごい世界変わりましたね。ルンバで世界が。なんかちょっと生意気かなと思ったんですけど、私がルンバなので、なんか家にルンバって生意気かなと思ったけど、意外と自分のこと生意気だと思わずに生きて大丈夫ですか。なんかお値段とかもそんな想像するよりめっちゃ高いとこではないから、ちょっと増税前にみたいなやつでタイミングありますよね。そうなんです、買ったんですよ。そしたらすごい便利で、なんかでまあちょっとだけこういう紙とかを床に置いとくと全部巻き込んじゃうとか、そのお茶目な一面もあるんですけど、ね、いや分かる、可愛いですよね。なんか愛着湧いちゃう。たまに携帯のコードをぐるんぐるんぐるんってしてガガ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 ガってなってる時がある。もうしょうがないなって言いながら外してあげる。そうですね、なんか名前とかも付けられるんで、なんかそれで余計にペット感出ちゃうというか。スマホと連動すると、例えばそのルンバにナナミって名前つけたりするじゃないですか、ナナミがリビングで困っていますとか出るんですよ。かわいい。かわいい。何かを巻き込んで動けなくなっていますみたいなやつ。気になっちゃうね、みたいなね。そうか、うちはそんな感じですね。あと話戻るけど、自分を生意気だと思って暮らすの感覚、確かに俺が上天丼は生意気かなって思う。わかる。生意気かなって思う瞬間ある。どこに共感してるんですか。トークテーマ変わるけど、山下さんも自分のこと生意気だと思う瞬間ある。変わっちゃった。生意気かな。変わっちゃったよ。あんまりないかもしれない。身の丈だ全て。ごめんごめんごめん。お掃除、お掃除。お掃除ね。私は長毛種の
猫ちゃんを飼ってるので、今ちょうどその毛の生え変わり期で大変だ、大変、毎日掃除機かけてるのに、誰も知らないんだろうけど、その私が住んでるマンションのエントランスに大地のその猫ちゃんの毛がペンっていたりするんですよ。連れてきちゃってる。多分私が換気とかするじゃないですか、で窓も開けて玄関とかも開けるから、その時は多分ふわって飛んでると思う。綿毛のように、綿毛のように飛んでいった。桜島火山灰被害みたいな自分の猫の毛がうわーって街へと猫の大ちゃんの毛がちょっとエントランスにプッて落ちてたりして、なんか帰ってきた時に癒されるっていうのを、家に癒されるの話あ、これ癒されるの話だったの。家に入らなくとも、もうエントランスでちょっと癒されちゃったりする分身みたいな感じで、分身みたいな感じでおかえり。そう、ただやっぱ、その部屋の中は掃除機かけたらなんとかなるけど、洗濯機ですよね、大変なのが。その猫ちゃんの毛がすごい乾燥機かけるとすぐ溜まっちゃうから。そうか、洗濯機の掃除の仕方なんかコツを教えてほしい。あー、そっか、あのでドラム式、ドラム式洗濯機か。なんでコウハラさん知ってるの。キワちゃんなら答えてくれるよね。そして私もなんとかしようとしてる。ノータイムで進んでいたから、まあ、解決があるんだったら聞いてみよう俺。でも猫ちゃんがいなくても、毎日あのクズ取りみたいなとこ、ほこりすっごい溜まる。ちなみにクズ取りって毎日してる？毎日してないです。あれ毎日するのがおすすめです。基本的な情報。なんとクズ取り毎日必要でした。皆さん毎日やってください。面倒と、あのルーティンに組み込んでください。そしたら楽なんで。あれ冬場にさ、ヒートテックとかをまとめて洗うと一発でパンパンになるんだ。そこね。一日一日でも結構溜まるんで、放置すると詰まって故障の原因になったりするんで。なるべく分かりました。毎日ですね。ちょっと面倒くさいかもしれないけど、こう朝起きて、あの洗濯が終わった時にちょちょちょって取るぐらいの簡単なものでいいんで、たくさん溜まってから取る方が大変なんで、毎日ちょっとやろう。めっちゃ勉強になる。大したこと言ってない。お掃除本とか出してほしい。そんなこと言ってない。毎日が華やかになるお掃除術みたいな。壊れたら大変、高いから洗濯機も。すごい、ちゃんとまさか答えあると思われた。毎日なんだ。毎日こまめに取ってください。詰まりの毎日やります。こまめができるタイプですか？行きますんで、なんだから。行きますんで。うちの行く。ななみ。ななみ。できなかったね。埃溜めてない。って電話かけます。ななみもうやっといたよ。怖い。終わってる。怖い。終わってるやん。2週間分貯めて、ナナミのぬいぐるみを作ったわよ。重いお母さん怖いよ。そうぜひぜひ。意外や意外、ちゃんと面白かったし、大丈夫、もうすぐ1時間経つけど、大事なテーマ引けてる俺たち。あれは引いてない、まだまだあれ引いてない。まだね、引けてないはずのやつがあるはずなんですよ。あれを引いてない。あるはずですね。あのサプライズアーレがあるはずですよね。サプライズアーレって言っちゃったのサプライズなのか。俺たちがワクワクして待ってるサプライズアーレがあるはずなんですけど。うん、そうっすね。ちなみに村上さんの好きな数字は？え、あ、数字く、あ、じゃあちょっと先にこっちからいきます、ね、先に先に、 先にちょっとあの、告知系のやつからいきます、ね、告知系のやつから。何のための時間なんだよ、本を選ぶ時間。これいきます。ねえ、ねえ、おー、きょうくん。あ、俺、2月生まれだから2月引くね。あ、2が好きなんだ。俺、特に2が好き。2はいいですよ。いってみましょう。あ、なんと、初戦かける HJ おしゃ本コラボレポート。はい。ということで出ましたね。よかった。俺が2が好きだったばっかりに。よかった。2が好きで。僕も2月生まれなんで2が好きなんですよ。一緒に誕生日プレゼントもらったもんな。そうだ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでですね、こちらなんですけど、初戦さんであのツイッターでもね上げていただいてますけれども、はい、この番組 HJ おしゃ本とコラボをさせていただいてまして、こういう感じで展開をいただいてます。はい、こんな感じですね。あ、村上さん、村上さん。これはなんかあの、写真撮ろうぜってことで。あ、そう、今までずっと写ってなかったから顔出し NG と思いきや、こんなにはっきり写るとか。あ、ね、顔出し NG ってわけではないんで。わけじゃなかった。こんなにあの展開をいただきまして、これしかもあのエスカレーター登ってするのがめちゃくちゃいいところで展開をいただいてまして、ツイッター見るとわかると思うんですけど、僕も、はい、そして、あ、私も行ってまいりました。行ってまいりました。おのおのがおのおの行ってまいりました。でこちらなんですけど、ちょっとあの、まあ、今日紹介させていただきますよということを言ったところですね、期間延長をいただきまして。本当だ。はい、5月いっぱいって言ってたのに。お
募期間が6月10日まで延長していただきました。まだ駆け込める、ぜひぜひね、うん、はい、いける。初戦さんのツイッターでもおそらく情報が出てて、あの、うん、伸びたよってことを言ってると思いますので、まだの方はですね、お近くに住んでらっしゃいましたらぜひ行っていただければと思います。いいす、ね、そしてこの村上氏が写ってる写真も、あと桑原さんがご自身のツイッターに上げてる写真も見ると分かると思うんですけど、うん、はい、このコーナーの右側に店員さんのメモとかがいっぱい貼ってあるコーナーがあってその上手に隠しながら撮ったねあ、そっか、意識してなかった。あ、マジですか、上手に写んないようになってましたよ、桑原さん。あ、本当です、危ない危ない、これだけになんかこう、その何々何冊みたいなメモとか付箋いっぱい貼ってあってそれはね、ちょっとあのこうその横のところがそのなんかあのシュリンクとかするゾーンだから、シュリンク台があって、ね、店員さんのゾーンなんで、ぜひぜひその現地を確認してください、はい、で、次のスライドお願いします、うん、はい、いいのこれ、完全に必要に映んないようにしてた、はい、こちらの色紙が当たるチャンスになってますのでぜひ足を運んでいただければと思います。いい笑顔だ、めちゃくちゃいい顔。これあのめっちゃ自分で思うんですけど、大食いチャレンジの後みたいな本当だ、そう、ワンコそばいっぱい食った人ですね、あの飾ってもらえるやつね、何杯食べても満足感。山下さん、上2つが僕と桑原さんのサインで、左下によく見てくださいそうですか、これは、これはあのちょっとのコメントの方で入れてよっていうのがありまして、大人気じゃないですか。大人気じゃないです。タイトルには入ってないですけど、桑原、青木、村上のおしゃべりな本なので、素敵ですよね。これなんかあの初戦の人もちょっと悪乗りしてなんかそういう感じのポップ作ってたんで、おいおいと思いました。おいおい。いやでも愛してくれてありがたいですね。ありがたいですね。はい、ということでコラボイベントのご紹介でした。あのこれね、あの10日まで伸びましたんで、ぜひですね、今日初めて知ったよって方も、秋葉原の初戦ブックタワーさん足運んでいただければと思います。ぜひお願いします。いやなんか初戦行くのワクワクしたわ。わかります。なんか秋葉原を仕事以外で行くの久しぶりで、でもよく行ってたからやっぱりもう脳迷いでまっすぐ初戦に行けるあの頃思い出すわ、なんかぜひ皆さんもね、コーナー見てくださいという感じでございまして、はい、どうする、もう一冊引くけど、じゃあちょっと行きます、山下さんに選んでもらうんですけども、はい、山下さんがちょっとそのなんとなく全体を見渡すことによって終盤何を引くべきかをちょっとこのあった、あった、見つけた、なんか見えました、なんか見えましたね、見えました、はい、私の親友ちゃんの誕生日好きである6で誰私の親友ちゃん、プライベート親友、プライベート親友ちゃん、あのファンの人はめちゃめちゃ知ってるんですけど、もうずっとデビューしてから話題に上がる親友ちゃんなんですけど、おなじみの登場人物、はい、来月の HJ お写本は親友ちゃんお誕生日記念おめでとう、大いに盛り上がらせて親友ちゃん来月おめでとうございますね。おめでとう、引いていきましょう。こちらのトークテーマが、はい、トークテーマおすすめスイーツ、よっしゃよっしゃよっしゃ、力強いよっしゃーでした。セスマトークテーマのおすすめスイーツでございます。いきましょう、はい、ということでですね、こちらなんですけど、うん、山下さんが演じられております、スーシーエルネアオルトリンではですね、いい甘いものが大好きなオルトリンデ家公爵家のお姫様ということで、ユミナともいとこで仲良くしてまして、ヒロインの中で最年少となっております、はい、プロフィール出てますね、はい、その明るいキャラクターと人懐っこさで周りのみんなを笑顔にしてくれてます。先日のお話ではついにトウヤとの婚約が決定しましたね。ありがとうございます、はい、リアタイで見ていただいている方はね、先週かな、うん、出たと思うんですが、言ってよかった、前半戦で濁した部分だった後半戦で即言ってよかった。そう、なんかむずくてこれ引くかもと思うとそこであんま話すのあれだなと思って、すいません、ということで、異世界はスマートフォンとともにの主人公トウヤはですね、うん、アイスクリームやロールケーキなどいろんなスイーツを異世界で作ってます、うんうん、それによっていろんな人と仲良くなったりしてますね、はいはい、ということで、うん、劇中でもスーシーが、食べております、おすすめスイーツを今回お持ちしております。そんなさあ登場いたしましたのが、しかもかわいい、嬉しすぎてむせてしまった。嬉しい、ありがとうございます。ぜひね、手元カメラで、はい、オルケーキと山下さんでちょっとちょっと傾けたら大変、それもフルーツがほらかわいい見えますか、山下さんが持っていた独特のふわふわな雰囲気が一瞬で損なわれたの。なんで見てって、なんだろう、何が違うんだろう。いやこんなに美味しそうだからみんなに食べてほしくて届けたいな、ね、ご覧いただきましょう。こちらねいちごとかキウイと書いてますよ。そう、そうなんですよね、フルーツロールを買ってまいりまして、はい、だから登場したのが一つですから、はい、山下
後ろ側に。あ、いやいや、あのそんなことないですよ。あの人数分あるんですけど。これ3つに分けられるかな。あのみんなの分ありますよ。え、そのなんかこれ単体で買って領収書切るやつって何なんですか。1個だけ200何十円とかで買って。こんなに表情かけることあるかねっていうぐらい悲しい顔だった。後でウサギを殴ってるから。後ほどね、あのみんなで食べましょうね。やった、はい、ということでした。かわいいロールケーキ。さあということでね、まあちょっとスイーツ買ってまいりましたけれども、こちらもちょっと放送作家さん情報がありまして、山下さんはお料理が得意ということですが、はい、スイーツとか作りますか。最近お家で声優のお友達とスイーツを作ったという噂が、噂があります。うまくいきましたでしょうか。まだ噂レベルですからね。本当かわからない、未確定情報ですからね。急に一休さん見てるそんなに何かを考え、とんち考えなくちゃ受けられないこと。何があったんだ。まず女性声優さんの吉岡真由という、真由氏、真由氏と一緒に私の家でおからドーナツをね、あ、はいはいはい、作らせていただきました。健康にいい、作らせていただきました。あの1回目はあのちゃんとあの失敗しまして、ちゃんと失敗しました。そうなの。でも真由氏って本当にしっかりした部分があるので、うんうん、ちゃんと失敗した分、うん、もう一個作れるように材料余分に持ってたんです。えらい、えらい。1回目っていうのは1個目じゃなくて、うん、まるっと1回目に用意したやつが、うん、何個くらい失敗したの。多分10個くらいだったの。わ、結構失敗した。何がダメだったんだろう、何がダメだったんだろうか。分からずに、分からないまま2回目でチャレンジしてはいけない。分からないけど、でもとりあえずもう一回やってみたらどうにかなるって言って、私が吉岡さんはしっかりした部分がせっかくあるのに山下さんがパワープレイで切り抜けようとしてる。そうそう、マイシーが、うん、その型にバターを塗るのが足りなかったんじゃないかって言い出して、張り付いちゃうみたいな。そう、なるほど。でマイシーが多分10分間ぐらいさささとじゃなくてもう寝入りをして職人なんですよ。そしたらその2回目は大成功しまして。じゃあバターだったんだ。バターだった。でちゃんと生地も膨らみましたし、焼き終わったら型からポロンと外れまして、で2人で美味しく食べましたとさ、おしまいっていう話なんですよ。絵本だった。そうっていうのがスイーツ作りです。そのなんていうかバターのくだりが後半入念に登場したということは、うん、はい、1回目の失敗は型から出ないみたいな。そう、型から剥がれなかった。あそう、あとなんか膨らみもすごく、うん、なんていうんですか、うん、スッていう膨らみだったというかあんまり大胆に膨らまなくて、なんか口当たりとかもちょっとしょんぼりだったんですよね。いいですね、その失敗が失敗と思えない素敵な言い回ししてくれますね。しょんぼり、そうそう、ちょっとしょんぼりくらいの。そうそう、でも美味しかったですよ。どっちも食べました全部。いいですね、なんかいや普通にその番組の企画とかじゃなくてってことですよね。じゃなくて、うん、そのマユシーちゃんがあのおからパウダーをすごい大量に手に入ったからっていう話をしたところ。それどこから、どういう状況。そうだったら私も作りたいっていう感じで、うん、気になってたんですよ、おから系が。全然立ち止まってくれない。大量のおからパウダーが手に入った件について。そうでもだから多分余分に持ってきてくれてたんです。あ、なるほど、いっぱいあるから。そうだから、そうなぜだ。で謎は謎のままだ。あの2人でやってることファンにも報告しました、うん、その様子を録音したりして。あ、すごい。そうなんです。仲良しでやってます。そうなんだ。結構作るスイーツは、うんうん、当然桑原さんはどうですかって聞きますよ。スイーツ作り終わりそうな顔してましたけど。料理とかをしないって話はここではしてないですけど。いや、料理の話をされてたんですけど、スイーツは分かんない。そうそう、スイーツ軸の可能性が、スイーツは作るかもしれないですね。そう、可能性がゼロじゃない、はい、みんなの夢を背負って今、桑原勇気、スイーツ作りをするかしないか。はい、しません。しません。しなかった。叶わんな夢が。しませんよ。でもスイーツって難しいって言いますよね。一般のいらない。着地するためだけの量とか小麦の何グラムとかで変わっちゃうって。着地するためだけの一般の言わなくても言いますよね。細かいから ね。マジでな、あの数字だって言いますよ、なんかね、うん、そう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 、ちょっとでも違うと狂うみたいな。雑な人間は絶対に作れない、うん、そうなんですよ。だから私結構雑だから、あのだからそのそういう時に、うん、ちゃんとそういうのを測れるマユシーがいてくれることで成功、うん、2人で感じたい。だからそう、マユシー様様なんです。おからドーナツ以前には何か作ったことは、はい、あ、それがさっ
き出てきた親友ちゃんと、あの月一でスイーツ部っていうのをやってて、すごい。親友ちゃんはしっかり者、しっかり者です。あ、そうか、親友がめちゃくちゃ測るのとか得意で心強い。山下さんは何担当？あ、混ぜる混ぜる担当でけど、フルーツのミルクレープとか、うん、クリスマスはクリスマスケーキ作りましたし、うん、去年も結構定期的にレモンケーキ作ったりとか、紅茶のパウンドケーキ作ったりとか、はいはい、月1で活動してます。活動、部活で月1で活動している、はい、何ですか？急に急に電波、どっち本当に急にノイズが、急にノイズガサガサ参加の、あと山下さんから今、はい、ふわーって猫の毛出てきてる。大地来ましたね。大ちゃん、大ちゃんいるんですよ。あの多分服のこの絵とかに不安に舞ってきたりするんですよ。本当に今までこの1時間1個も出てこなかったのに、終盤で突然山下さんからふわって大ちゃん、大ちゃんが出てくれた。すごい癒された。エンタそうだから、こういうのも拾って帰るんで、あの現場に置いて帰りました。ちゃんと大ちゃん連れて帰りますんで、そうですよ、全部連れて帰りますからね。癒されたわ。びっくり、大ちゃんに救われました。よかったよかった。部活参加する試合の話にならなくて、にゃーって出て話を着地、大ちゃんが着地させてくれました。かわいそうにゃ。僕らは以上かな。そうですね、じゃあ4ページのケツのところいきますよ。そろそろ終わりにしましょうか。そうですね。それではエンディングに参りましょう。あー、エンディングか。決まりなんで。わおわお。あっという間だな。ということでございまして、はい、終わりのお時間にお願いいたします。なってしまいましたよ。はい、ということでここでホビージャパンからのお知らせです。はい、新シリーズ PV が毎月発売日にこちらのチャンネルで公開されています。現在5月発売の HJ 文庫の新シリーズ PV がアップされていますよ。5月の新シリーズ PV も1日に公開。ぜひ新刊をチェックしてみてください。お願いします。そして今月ピックアップしました、異世界はスマートフォンとともに2は現在テレビアニメがテレビ東京、BS テレ東、ATX 他にて放送中です。アベマにて見放題独占配信中です。原作は、HJ ノベルスで28巻まで発売されております。またブックウォーカーさんにてドラマ CD 音源付き特装版が再配信中です。6月30日までの期間限定なのでお見逃しなく。だからですね、電子書籍で買うと音源でドラマ CD がもらえちゃう。そうです。収録しました、ぜひぜひお願いします。また HJ 文庫夢見る男子は現実主義者のテレビアニメは2023年夏放送予定です。こちらもよろしくお願いします。最新情報は概要欄とそれぞれの公式ホームページ、ツイッターでチェックしてください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、そしてこの番組はアーカイブに加えまして、なんと公式の切り抜き動画やショート動画もこのチャンネル内でアップされております。うん、うん、先ほど1本公開されたようですので、ぜひこの配信を見終わった後にチェックしてみてくださいね。だってどれ、前回から何かってこと？あ、ね、だいぶ前なんですけど、だいぶ前のやつ、はい、ちょっと前にアップされまして、あれですね、憧れのお嬢様生活。憧れのお嬢様生活、あのベルファイアキャビア丼。あの難易度高いやつあげるな。全然わかんないと思うんですけど、なんかそのね、桑原さんのそのかつてのねお話ということで、桑原さんがお嬢様学校に通っていた。お嬢様学校、実際のエピソードを、あの同級生のお嬢様的な感じの方がどういう車で迎えに来たのかって話ですね。そうですね、私がうまく説明できなくて、そのお嬢様のお嬢様っぽい話が聞きたいのに車種がわかんなくて、車種の話をずっとしてるっていう、ちょっと難易度の高い切り抜きになりますけども、面白いのでぜひぜひ。面白そう、はい、加えてですね、前向きだな。加えてあのショート動画の方も、先ほど1本上がったということでして、はい、こちらはですね、桑原勇気&青木優真、究極の心理戦と書いてますね。はい、そんなことした覚えがあの、あれ、そのハッシュタグの、ダブルフリップイリジョンのところで、どちらに書いてあるかみたいなやり取りをしたの覚えてないですか？覚えてない。いよいよ全く覚えあったんだろうな。ダブルフリップイリジョンのくだりは一つも記憶がない。その覚えてないは、そんなことないでしょ。覚えてないっていうか、じゃあ、ちゃんと言うと知らない。あ、知らない。でも見たらあーってなると思いますね。あんま覚えてないです。桑原さんも覚えてないですか？あのほら、
こうやってやったじゃないですか。こうやってどっちに書いてあるでしょうみたいなやつ、やってそうですね。やってそう。俺も全く同じ。やってそう。2枚やったらやってそう。記憶はないがみたいな。記憶はない。博士が愛した数式みたいな。抜け落ちていってるから。ちょっと私も見ます。ぜひ見てください。はい。お願いいたします。定期的にね、ショート動画と切り抜き動画をアップされていきますので、ぜひチャンネル登録をいただきまして、見ていただければと思います。ね、山下さんのファンの皆様も次回以降定着していただけるとありがたいですし。いやー、嬉しい。何せ来月だって親友ちゃんお誕生日。親友ちゃんお誕生日ですからね。にして、桑原優希お誕生日スペシャルでも。そっか、なんかでも6月忘れてました。そうそうそう、ダブル誕生日。嬉しい。親友ちゃんおめでとう。本当に嬉しい。喜ぶ。おめでとうって言われただけで泣いちゃうような子なんで、とってもいい子なんですよ。めちゃめちゃいい子と、めちゃめちゃいい子が親友だ。ルイは友を呼ぶ。ね、HJ、おしゃほん、スタッフ一同全員からですね、親友ちゃんおめでとうございます。来月ではございます。おめでとう。おかげさまで、ありがとう。おかげさまで6番引けました。やりましたね。さあ、あっという間でございますが、エンディングでございますと。早いね。皆様にはですね、ハッシュタグとコメント、チャットなどなどありがとうございます。僕が最後に見たタイミングではですね、もうとにかく大ちゃんで大盛り上がり。大ちゃん奇跡のタイミングでこうやって出てくるって。よく見つけましたね。見逃せないぐらいの塊だったっ。一本がふわーじゃなくて、ちょうど毛の塊ね。そう、タンポポの綿毛みたいな。こうなってこうなってた。不意に出てくるんですよね。これがエントランスにいるんだ。大ちゃんってば。大ちゃんってば。大ちゃん来てる。来てるんだな。ね、いっぱい書き込んでいただきましたらですね、放送終了後にいろいろとチェックすることもございますので、よろしくお願いいたします。お願いします。ね、改めて、はい、さんありがとうございます。本当にありがとうございました。めちゃくちゃハートフルな現場で楽しかったです。いや、おならびんの作る空気ですよね。そうかなりの割合で山下さんのおかげでのハートフルでした。ありがとう。ハートフル届けていこう。いたずらに、いたずらにハートくれた。届けていこう。やった。ありがとうございます。ありがとうございます。なのでですね、皆様ぜひぜひ感想いっぱい書いていただけます。幸いでございます。あ、ただなんか全然ハッシュタグが思い出せねえな。なんだっけハッシュタグって。ハッシュタグって何だ。あれ、これをじゃあ向こう側に。じゃあいきますよ、せーの。あー、一時間しゃべった。あー、忘れかけてた。危ない。思い出しました。みんなも忘れてると思うんで、せーので見せてもらっていいですか。じゃあいきますよ、せーの、これです。なんで顔面白いんで。皆様のおかげで、皆様が忘れかけた、みんながちょっとずつそのこの世界の英雄だったはずのハッシュタグの存在を忘れてしまう。それを彼が選んだから。彼のいない世界線へとみんなが移動してしまったけど、2人だけは HJ ハッシュタグおしゃほんのことを忘れないのである。忘れないよ。あの感じ、これをきっかけに世界の人々はこのハッシュタグおしゃほんのことを思い出し、そうだそうだ、再びみんながつぶやき始めるっていう。つぶやいて、伊勢スマ2もよろしくお願いします。ね、お願いしますよ。つぶやいてほしい。そうそうそう、なので引き続きぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。もろもろいっぱいご協力ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、ぜひ呼んでください。やった、じゃああとはスイーツ部の参加の方だけ。この後スイーツを食べるとよくない。やりました。はい、じゃあお別れですね。そろそろ終わりにしましょう。はい、ここまでのお相手は桑原優希と青木優馬と山下奈々美でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。